新年を迎えた今日、日本航空は初日の出と富士山を楽しむことができるフライトを行いました。この初日の出、初富士フライトは成田空港発着で千葉県の銚子沖から富士山周辺などを飛ぶ1時間40分のコースです。100人余りの乗客は日本でどこよりも早い初日の出を満喫しました。綺麗でした。感動しました。雪化粧をした美しい富士山も一望でき、乗客は1年の幸せを祈って写真を撮るなどしていました。